皆さんおはようございます。これより本日の会議を開きます。日程に入り一般質問を行います。質問時間は再質問も含め25分以内と定めます。なお一問一答方式の再質問についてはその留意事項を延大席に掲示しておりますのでご参照願います。5番本山浩二君。はい、議長5番。答弁者は会席へご移動願います。5番。はい、それでは皆様改めましておはようございます。議長のお許しをいただきまして、一般質問の追払いをさせていただきます。5番自由民主党の本山浩二でございます。今日は地元の方が作ってくださいましたこの手作りのマスクを得まして、すべての方が笑顔で暮らせるこの岡山県道ということで笑顔に見えるマスクで、質問をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。それでは質問に先立ちまして一言申し上げます。去る11月8日立皇嗣の礼が挙行されまして、秋篠宮殿下が皇位継承順位1位の皇嗣になられたことを内外に鮮明をなさいました。ここに改めて謹んでお喜びを申し上げますとともに皇室の癒やさかをお祈り申し上げます。また茨城龍太知事におかれましては先の岡山県知事選挙において3回目の当選を果たされました。改めて県民の負託を受け、またさらなる期待に応えていただきますよう、より一層のご活躍をご祈念申し上げます。さて、4月に入り、気ぜわしい中、本日も県北の地から多くの方に県議会の傍聴にお越しをいただきまして、誠にありがとうございます。地域の未来の希望である児童生徒たち、そして私たちの命と暮らしを支える農林業、農産村をめぐる諸課題について、それでは通告に従ってお伺いをいたします。まず、児童虐待防止のうち、子ども家庭総合支援拠点についてですが、昨年、児童虐待防止対策の強化を図るため、児童福祉法等の一部を改正する法律が公布され、市町村が身近な場所で、子どもやその保護者に寄り添って継続的に支援し、児童虐待の発生を防止することが重要であることから、市町村を中心とした在宅支援の強化を図ることが盛り込まれております。この中で、市町村は、子どもの最も身近な場所における子どもの福祉に関する支援等に係る業務を行うことが役割、責務とされていることを踏まえ、子どもとその家庭及び妊産婦等を対象に、実情の把握、子ども等に関する相談全般から、通所・在宅支援を中心とした、より専門的な相談対応や、必要な調査・訪問等による継続的なソーシャルワーク業務までを行うことが求められております。このため、市町村は地域のリソースや必要なサービスを有機的につないでいく、ソーシャルワークを中心とした機能を担う拠点、市町村子ども家庭総合支援拠点の設置に努めるものとする、とされております。本県の市町村子ども家庭総合支援拠点の設置状況はどのようになっておられますか。また同拠点は令和4年度までに全市町村に設置することとされておりますが、未設置の市町村においては設置準備の状況はどのようになっていますか。これらの現状を把握し、市町村と連携を図りながら速やかに市町村における相談体制を強化する必要があると考えますが、県としてどう対応していかれるのか、保健福祉部長に伺います。2項目目、見守りを要する児童の把握等についてですが、3歳児無園児については、全国で3歳児の時点で幼稚園、保育園にも通っていない、未就園児童は約5万人と言われておりますが、本県の3歳児無園児の人数と、その把握はどのように行っておられますか。また、検診の未受診者について、1歳6ヶ月検診、3歳児検診の
未受信者への対応はどのように行われておられますか。市町村についてあおいて児童の状況が確認できない場合や必要な支援について検討すべきと思われる場合、市町村の要保護児童対策地域協議会、いわゆる要対協へケース登録が行われるのか、また児童相談所はどのように関係機関、警察と連携しておられますか。コロナ禍において生活環境が変化する中、関係機関と連携した取り組みを一層進める必要があると考えますが、現在の状況及び今後の取り組みについて、合わせて保健福祉部長に伺います。3項目目ですけれども、児童相談所の体制整備については、昨年度、全国の児童相談所が対応した子どもへの虐待相談対応件数は、過去最多の19万3780件であり、前年度より3万3000件以上増加し、増加幅も過去最高となってしまっております。岡山県でも5年連続で虐待への相談対応件数が増加しているとも聞いております。国は平成30年12月に児童虐待防止対策体制総合強化プランを策定し、これら児童虐待防止への体制を整備するため、全国の児童福祉司を平成29年度の3240名から5260名へと2020名の増員、同様に児童心理士を1360名から2150名へと790人の増員を計画しております。本県でも本年県下それぞれの児童相談所で職員増がなされたと承知をしております。例えば全国に約200箇所ある児童相談所で児童福祉士を2000名増員するのであれば、平均すれば児相ごとに10名ずつ増員という計算になります。そこでお尋ねをいたしますが、このプランに基づいて児童福祉士および児童心理士を増員しなければなりませんが、本県の児童相談所の体制強化はどのように行っていかれますか。また同プランに基づく全国的な需要の方が起きてしまっておりまして、人材の争奪戦になっているとも伺いますが、人員確保は計画的に行える見込みですか。さらには児相に配置されている児童福祉士の約5割は勤務経験3年未満とも言われておりますが、本県の児童福祉士の対応能力向上に向けた研修や指導体制はどのように行われますか。合わせて保健福祉部長に伺います。答弁を求めます。保健福祉部長西島康弘君。自由民主党の本山議員の質問にお答えいたします。児童虐待防止についてのご質問であります。まず子ども家庭総合支援拠点についてでありますが、現時点では5つの自治体で設置をされており、本年度中に1つの自治体、令和3年度中に4つの自治体で設置予定と聞いております。今後とも拠点の設置が進むよう各市町村の課題をお聞きしながら、その解決のための支援をきめ細かく行ってまいりたいと存じます。次に見守りを要する児童の把握等についてでありますが、令和元年度において保育園に等に通っていない3歳児は約1600名と推計され、個別の把握は困難ではありますが、検診の未受診者等については市町村が電話や訪問等により把握に努めているところであります。また児童の状況が確認できない場合には、支援の必要性に応じて市町村が要保護児童対策地域協議会へケース登録を行い、さらに子どもの安全確認が困難な場合には児童相談所が警察等と連携をし、立ち入り調査や一時保護などの手段も活用しつつ、専門的な児童相談支援を行っております。県では要保護児童対策地域協議会への専門家派遣等を通じて市町村の体制強化を図っているところであり、今後とも市町村と連携しながら見守りを要する児童の把握と必要な支援に努めてまいりたいと存じます。
次に児童相談所の体制整備についてでありますが、国の配置標準に基づき計画的な増員を行うことは簡単ではありませんが、児童相談所への実習生の受け入れなどにより福祉系大学との関係を強化することで必要な人材の確保に努めてまいりたいと存じます。また県独自の人材育成基本方針により、新任者に必要な知識や技能の習得を行う研修を実施するとともに、児童相談所にスーパーバイザーを把握するなど配置するなど職員の職務遂行能力の向上を図るための体制を構築しており、引き続き児童相談所の体制強化に努めてまいりたいと存じます。以上でございます。渡辺君よろしいですか。項目は確保2の見守りを要する5番。はい、以上5番。はい、ご答弁ありがとうございました。過去3の児童相談所の職員体制の整備にもちょっと関係がするんですけれども、過去2の見守りを要する児童の把握等について、検診の未受診者であるとか、いわゆるこの人は大丈夫なんだろうかというご家庭であるとかお子さんがいらしたときに、ただでさえその業務が煩雑化している関係者、特に職員の皆さんは、その都度その都度ケースに応じて対応されていると思いますけれども、いわゆるその他県の優良事例等々お聞きをしますと、びっちりマニュアル化をされていて、これがこうなればこう、まあ、いわゆるイエスノーがついたような表に従って、全県的に全都道府県、その自治体の中で行動されているというようなケースがありますけれども、岡山県についてもそのマニュアル化というものなされていますか。県副支部長。はい、議員のご指摘に、でございますが、まあ、自走の職員が、まあ、対応するときのマニュアル化ということでございますけれども、まあ、基本的には各その検診の未受診者等については、一義的には、市町村のまず母子保健の担当が、まあ、把握をしており、まあ、必要に応じて、まあ、福祉部局に、まあ、話が来て、そして結果、まあ、なかなかその連絡がつかないような状況のときには、まあ、自走中心に、まあ、養態協の方で、いろいろご議論いただくというような形になります。で、そういったときには、まあ、基本的には、マニュアルというか、やり方について、定めており、それに基づいてやるわけですけれども、まあ、個々の事例が非常にこう、煩雑で、背景が非常にこういろいろあるものですから、まあ、基本的にはマニュアルはあるんですけれども、それをもとにしつつ、まあ、その現場で個々の事例に応じた対応させていただいていると、まあ、こういうことでございます。じゃあ次の項よろしいですか。はい、次の項目に移りますので、答弁者は控室へご移動願います。5番。はい、ご答弁ありがとうございました。先にもご答弁にもありましたように、本当にケースによってバラバラでありまして、体制の整備というものが求められておりますし、県の指導力も十分に発揮していただきたいというふうに思います。それでは続いて第1項目目の2つ目、新しい教育環境整備に入りますけれども、32学級の計画的導入についてですが、今もなお続く新型コロナウイルス感染症への対応によって、学校現場では3月に一斉臨時休業措置が取られ、特に卒業生にとっては友達や先生との最後の大切な時間が奪われてしまいました。その後も多くの学校で休校が続き、5月に入って徐々に再開をし始め、6月に入ってようやくほぼ全ての学校で再開が発されました。しかしながら、当面の分散登校を余儀なくされた学校があったり、授業時数を確保するために夏休みが短縮されたり、児童生徒らが楽しみにしていた運動会や修学旅行の中止や縮小など多くの悪影響がありました。こうした今回の対応を踏まえれば、すでに大人の新規感染者が増加しつつある本県でも、教室内で児童生徒らが十分な身体的距離を確保して、
未来の宝であるすべての子どもたちの学びを止めず、安心して学べる環境を整えていくことが、我々大人の責務であると強く感じております。また、ソサエティ 5.0 時代やデジタル社会を生きていく子どもたちにふさわしい令和の時代の新しい学びを実現するため、ギガスクール構想のもと、ICT 教育環境の整備を進めるとともに、一人一台端末の活用等により、子どもたち一人一人の興味関心やつまずきに応じたきめ細やかな指導の充実を図ることが不可欠であります。この新しい生活様式や教育のデジタル化の進展を踏まえ、ポストコロナ期の新たな学びを実現するために、現在国においては少人数によるきめ細やかな指導体制の計画的な整備に向けた検討が行われております。国は今後の児童生徒数の減少に伴う定数減を活用して、一定期間をかければ大きな財政負担なく実現が可能であると考えているようですが、仮に新たな財政負担が生じるとしても、我が国の未来を担う子どもたちのために、今こそ30人学級を実現すべきだと考えております。知事のご所見を伺います。また、実現に向けては法改正等により、国の責任で計画的、段階的に30人学級を進めるよう、国に対して強く要望すべきではないでしょうか。さらには、30人学級の実施にあたっては、地域や学校によっては教室不足、教室面積の確保が課題となります。特に小中学校といった義務教育段階の学校施設整備については、その財政措置も国の責任において講じるべきだと考えております。また学校現場には、いじめや不登校など支援を要する子どもたちのために、加配教員が配置されておりますが、これらの加配教員は学校現場で極めて重要な固有の役割を担っております。30人学級になるのだからといって、この加配教員を30人学級の財源として削減をされるようなことは絶対にあってはなりません。30人学級の実施に伴い、必要となる設備の整備のための財政措置を確実に行うこと、加配教員の維持充実を図るとともに、図ることも国に働きかけるべきではないでしょうか。合わせて知事のお考えをお聞かせ願います。続いて、ギガスクール構想実現に向けた端末の調達についてですが、ソサエティ 5.0 時代を迎えまして、予測困難な変化の激しい社会を生きる子どもたちに必要な資質、能力を育むためには、教育における ICT の活用が必要不可欠であります。しかしながら、我が国は OECD 諸国に比べ、学習活動における ICT の活用が非常に遅れており、かつ学校 ICT 環境の整備状況についても、自治体間に大きな格差が存在することが現状でありまして、目下学校 ICT 環境整備が急速に進められているとも承知をしております。また新型コロナウイルス感染症の発生を契機として、すべての子どもたちの学びを保障するための ICT 活用の重要性が高まり、今後災害やさらに新たな感染症の発生等による学校の臨時休業等の緊急時に備えるためにも、学校の ICT 環境整備を早急に実現する必要があります。このような現下の状況を踏まえまして、国ではギガスクール構想の実現として、本年も2度の補正予算において、義務教育段階の児童生徒1人1台端末や、校内通信ネットワーク環境等の整備を目的として、総額4600億円余りの予算が確保されております。こうした国の施策と連動して、本県においても端末や通信ネットワーク環境の整備が進められているところですが、遅くとも本年度中には学校の ICT 環境整備を完了させる必要があります。このことについて、国の本年9月に公表された調査結果では、議会承認や、調達の公示については、完了もしくはおおむね順調に推移しているものの、事業者の選定であるとか、納品完了までに時間を要しておりまして、年内に12月末までに納品が完了しない自治体が過半数以上を占めていることが明らかになっております。実際に私の近辺の学校でも、生徒に渡す端末の調達は年明けになることから、この年末年始の余暇を利用して、ご自身の持っている私物のタブレットで練習をしようとしている 教職員の方々の声も聞いております。つまりは、一日でも早く児童生徒のもとへ端末が届くように、
その配備に向けた取り組みを加速すべきではないでしょうか。公立学校における端末調達の現状と見込みを教育長にお伺いをいたします。さて、その通信環境についてでございますけれども、せっかく整備された端末が来年4月から一斉に使われる際に、通信環境が端末、原因で端末がフリーズしてしまっては全く意味がありません。それらの端末が最大限活用されるためには、校内通信ネットワーク環境の整備と合わせて、一人一台端末に対応できるインターネット接続も整備をする必要があります。この点、国では各自治体に対して学校から外部につながるネットワークも含め現状を確認し、必要に応じて整備することを促した上で、校内通信ネットワーク環境の整備に対する補助事業を進めておられます。児童生徒に配備された端末が円滑に活用されるための十分な通信環境を整備すべく、校内はもちろん、そこからインターネットにつながる校外の通信ネットワーク環境の整備を進め、さらには家庭学習時のネットワーク環境整備も支援すべきだと考えますが、教育長のお考えをお聞かせください。また本県の学校教育における私学の役割を含めますと、私立学校の通信環境整備についても支援をすべきだと考えますが、総務部長のお考えをお聞かせください。さて、教員が自主的に事前準備をしておこうとしていることにもちょっと触れましたけれども、この項最後に、教員の ICT 活用指導力の向上について、新年度までに残された時間も三月ほどしかありませんが、その残された時間も少ない中で、どのような方針で取り組まれますか、教育長にお伺いをいたします。答弁を求めます。知事、茨城龍太君。自由民主党の元山議員の質問にお答えいたします。新しい教育環境の整備についてのご質問であります。30人学級の導入についてでありますが、私としては限られた定数を有効に活用するため、一律に少人数学級を実施するのではなく、特定の教科において習熟度別等の少人数指導を行う方が効果的であると考えており、こうしたきめ細かな教育を行うための課題を学校の実情に応じて配置できるよう、県教委を支援するとともに、国に対してもさらなる課題の拡充を提案してきたところであります。現在、国において少人数によるきめ細かな指導体制についての議論が行われていることは承知しており、引き続きその動きを注視し、適切に対応してまいりたいと存じます。私からは以上でございます。教育長、上本芳明君。お答えいたします。ギガスクール構想のうち、まず端末調達についてでありますが、県立中学校等におきましては、全校で納品が完了されており、授業等で活用を始めている学校もあります。また、市町村立学校におきましても、すでに全市町村で契約を締結しており、年内に納品が完了するところもありますが、全国で一斉に大規模な調達が行われていることなどから、多くの市町村は年度内に納品完了となる見込みであります。次に、通信環境整備についてでありますが、配備された端末を十分活用するために、県立学校においては、学校と外部をつなぐインターネット接続回線の高速大容量化に着手し、今年度中に通信環境の改善が完了する見込みであり、経済的な理由により、ICT 環境が整っていない家庭に対しては、モバイルルーターの貸し出しを行うこととしております。また、市町村においても、配備された端末が円滑に活用されるための通信環境の整備等を検討しているところであり、県教委としても、全国都道府県教育庁協議会を通じて、市町村への ICT 環境整備のためのさらなる財政支援について、国に要望しているところであります。次に、
ICT 活用指導力についてでありますが、県教委では、すべての県立学校に対し、授業で活用するための教員用の1人1台端末を新たに整備したところであり、これを活用した授業づくりのオンライン研修の実施や、指導主事が学校を訪問しての校内研修の支援等を行うとともに、市町村立学校についても、教員の力量に応じた研修や、ICT を活用した授業の事例集を用いた実践的な研修を行っているところであります。今後もこうした取り組みをさらに充実させ、児童生徒の一人一台端末を活用した学びの実現に向け、教員の ICT 活用指導力の向上を図ってまいりたいと存じます。以上でございます。本部長村木智一君。お答えいたします。ギガスクール構想のうち通信環境整備についてでありますが、公立学校同様私立学校についても通信環境整備に関する国の補助事業が用意されており、この補助事業を活用した整備が順次進められているところであります。県としては引き続き国の補助事業の活用により通信環境の整備が進むよう私立学校の取り組みを支援してまいりたいと存じます。以上でございます。本山君よろしいですか。カッコ1で知事に、項目と答弁者を、カッコ1の30人学級のとおり知事に、5番。はい、以上5番。はい、知事ご答弁ありがとうございました。ご答弁にもありましたように、知事のご本人の思いを聞かせていただきました。いろんな現状が、学校もたくさんありまして、さまざまにあろうかと思いますけど、今、私どもの周りでも問題になっておりますのが、2点ありまして、1つは、小学校1年生と中学校1年生、小1グッドスタートだとか、中1グッドスタートとは言わないのかもしれませんけど、そういうことを目指して、これまで教育環境の整備をされてきたはずですけれども、今回のそのコロナのことがあって、1年生が小学生になる、中学生になるということができないまま学校がスタートしているというような現状があります。習熟度とはもう全然、意を異なるものでありますけれども、そういうグッドスタートができなかった児童生徒の皆さんへの対応、知事のお考えをまずはお聞かせください。知事。再質問にお答えをいたします。2つあるうちの2つ目が何かということを思いながらでありますけれども、まずとりあえず、このコロナで、きちんと小学校に馴染めていない、中学校に馴染めていない、子どもたちがいると、どう思っているのかということでございます。この30人学級の導入ということについては一般論として、聞かれたと、考えて一般論としてお答えをしております。で、コロナという特殊な状況で、普段よりも負荷がかかっております。もしくは、本来、すべきことができておりません。で、それは特に新入生に、大きな負荷がかかっている。これはもう本当にそうだと思っています。で、そういう時にどういうふうにして特にこの普段からコロナがなくてもこの、幼稚園、保育園から、小学校に入るとき、小学校から中学校に入るとき、なかなか適応できずに、苦労をする子どもたち、毎年毎年、もう一定割合いるわけで、私自身もそれぞれの段階で苦労をした覚え、いまだに、ありますので、そこをどうサポートするか、これは非常に大事な問題でありまして、コロナでも、それは一層、大きな問題になっているところでございます。今それぞれの学校で、努力、工夫をしてくれていると思いますけれども、それがこの永続的な何か、
悪影響が残らないように、我々としても気をつけていきたい、教育委員会にも気をつけていただきたい、必要であれば、そういったことに対してどういったサポートが必要なのか考えて、リソースをなんとか確保して実行したいと思っております。以上でございます。5番、はい、すいません、ちょっと一問一答形でやらせていただきます。2つ目なんですけれども、もう一つの問題、知事がおっしゃいましたその教科ごと、それから習熟度別 の、 その学力に注目をした、少人数学級制の導入をということでございましたけれども、現状ですね、通常その小学生であれば5年生、6年生、中学生であれば2年生の後半から3年生にかけて、勉強というか学習そのものが難しくなる段階で、学級 の、 その、崩壊といいますか、小学校でいうところ の、 そのギャングエイジというのは、これまでは高学年で考えられていたものがだんだんと低学年化をしてきてまして、1年生で入るときには知事がおっしゃったように、混乱をする、それから3年生4年生の真ん中の段階でまだ勉強も、そんなに難しくなりきっていない段階で学校が荒れてきているという意味で、学習との関係、学習の進度難しさとの関係ではない段階で、学校の荒廃が進んでいるようなところもあります。そういうものへのきめ細やかな対応のためにも、学習の進度に着目したことではなくて、もういわゆるその普遍的に少人数学級、30人学級を整備すべきではないかろうかと私は考えておりますけれども、知事のお考えをお聞かせください。知事。30人学級、少人数学級ということでありますけれども、いろいろなデータ、この教育にはこう大量のリソースが各国注ぎ込まれているわけでございます。ですから、これがどれぐらい効果があるのか、もしくはどういう別の形のリソース配分をすれば同じリソース投入でより効果が出るのか、いろいろな研究がなされているところでございます。で、今分かっていることもほぼほとんどの研究で同じ結果が出ていること、いくつかあります。50人60人 の、 大きな、学級クラスでやるよりも、その20人30人の小さなクラスの方が効果が高いと。これは、ある種当たり前で、それが逆だったらもうびっくりするわけでありますけれども、 で、では、その例えば60人学級と30人学級だと、その先生は単純計算で倍いるわけですから、その、30人学級もしくは少人数学級広く言ってにする代わりに、例えばその、優遇的な形で浮いた先生を、この、先生は教えている、で、1クラス2先生システムみたいなことですか、そのサポートみたいな形でくるくる回って困ってる子がいないか回るですとか、もしくは複数のクラスをぐるぐる回って何か騒いで先生がコントロールできていないような状況があるだろうか、もし何かちょっと雰囲気がおかしいなっていうところに助けていって、そこをこう収めるとか、そういう単にクラスを小さくするよりも、その、貴重なリソースをこういろいろな違う形で違う機能を持たせた先生として、活用した方が効果が高かった。これは効果といっても、その学力で測られる効果だったり、きちんと授業が行われるとか、その、非効率が低いだとか、そういう、スタディというか研究は随分多く発表をされています。当然国によって、その学年によって、状況によっていろいろ違うわけなんですけれども、このある種、一律にクラスのサイズを落とすっていうのはもう一番単純解であります。で、それがベストであれば単純明快も、それをそれに向かって突き進めっていう話なんですけれども、実はそれ以外のいろいろなパターンの中に、その単純明快な会よりも良さそうなものが結構あるよっていうのが、多くも毎年なされているスタディの、から私は示唆されていることなんだろうと思います。方向とすれば、日本のクラスのサイズは、OECD の平均と比べて大きいです。で、この今の日本のクラスサイズがベストだと、
ということには、いろいろな研究ではなっておりません。ですから、下げる方向にもう少し進めるということについては、私も同意するところでありまして、でただ、非常に貴重な資源ですので、それを学級を小さくすることに全部入れるんだというのがベストの策だということに関しては、まだまだ私は証拠が足りていない、もしくはその逆の証拠が随分出ていると、現時点で考えているところでございます。よろしいですか。次の方、質問。次の方、次の項目に移りますので、答弁者は控え席へご移動願います。5番。はい、ご答弁ありがとうございました。戦後その1学年45人学級だったところから現状の基本である40人学級へは昭和55年、まあ、私が生まれて1歳の時ないしはその知事がちょうど小学校に入られる頃から12年かけてたった5人減らすために、計画的に、制度が改定されました。40から30、まあ、今35人学級も方針としてはもちろんございますけれども、それを30であるとかいうことになりますと、本当何年かかるか分かりませんので、知事のおっしゃいますその教育の再生のためにも、私ども もしっかり勉強、研究してまいりますので、ともに子どもたちの環境整備、頑張ってまいりたいというふうに思います。それでは最後の質問に入りますけれども、3点目にその 農林業政策についてお伺いをいたします。まず来年度作付けの方向性についてですが、本年6月議会において酒米の需要低迷について問題提起をいたしました。国や自治体の懸命の経済対策などにより多少の需要喚起がなされましたものの、残念ながらその後も厳しい需給状況が続いていると聞いております。一方酒米は春先に契約数量が絞られるなど問題がいち早く顕在化しておりましたが、秋の収穫シーズンも終盤に入った水稲、その裏作の麦についても厳しい状況になってまいりました。水稲については昨年産在庫の積み残りによる9月初旬の集荷業者の買い控えと続く庭先価格の低迷、夏の高温障害や運河の中外などによる収量減などが経営を圧迫しております。去る10月30日の中国四国農政局の発表によりますと、10月15日現在の岡山県内の水稲作況指数は県中北部が97、県南部が93、総じて県下では95となっており、平成26年の94に次ぐ低い水準であり、確定値ではさらに下がる可能性も示唆されております。価格と収穫量の両面からの悪影響を被ることになってしまいました。一方、特に県南の土地利用型農業の要の一つであります麦作でありますが、他よりも高収益が期待されるビール麦の契約数量を絞られるなど、酒米と同様の状況になりつつあるとも聞き及んでおります。また米博ともに需給が緩み、国内の過剰在庫の調整役を果たした飼料用米についてもその見直しを毎年迫られている中、加工用やビール麦以外への用途転換など各経営者は難しい判断を迫られております。さらに大豆については台風等の気象影響を受けやすいことから、年次変動が大きく、近年黒大豆の全国でも有数の産地を持ちながら作付け面積、収穫量ともに減少傾向にあり、品質収穫量の向上が求められております。さて年末を迎えまして、麦については作付けが始まろうとしております。水稲については次年度の作付け計画を固める時期であり、多くの土地利用型農家は不安を抱えている状況です。コロナ禍が一時生産まで波及をして悪影響を及ぼしている現状、本県の普及指導能力が問われております。各農業経営者が目安とし、また県内生産と流通に多大な影響のある米博大豆の推奨品種については、実時の調査分析や将来性、継続性、品種の地域特性など勘案し、普段の見直しをなさっているものと承知をいたしておりますが、現下の状況を踏まえた奨励品種の見直しを含め、
来年度作付けの方向性について農林水産部長に伺います。最後に有害鳥獣対策についてですが、コロナ禍において農業はもっとより住宅着工件数低迷による木材価格低下も先に触れてまいりましたように、他産業と同様に一次産業も非常に大きな経済的ダメージを負っております。そんな県民の苦しみも我知らず、今もなお野生鳥獣は遺憾なくその食欲を発揮をしまして、我先にと生息域を拡大し続けております。これまでにも県北選出の議員が何度も質問されて、その都度執行部から適切な答弁をいただいているにもかかわらずです。県民の皆さんにも認識を新たにしていただきたいことがあります。鳥獣害はもう田舎の問題にはとどまらなくなっております。ちょうど私たちと危機感を共有できるであろう事件が半月ほど前にありました。岡山市南区豊浜町のとあるホームセンターにイノシシがガラスを突き破って店内に侵入をして、地元の猟友会員ら約40名がかかって取り押さえられると報道されておりました。猟友会の男性の一人が右手を噛まれてしまったそうであります。まあ、軽傷で済んだということでありまして、そのことについては幸いですが、まあ、お怪我なさった方にお見舞いを申し上げます。報道で見る限り、あのイノシシは多分体重70キロ以上あるように見受けられましたが、例えばですが、あんな巨体が無防備な県民に突進してきたらどうなるのか。当時通報は午前8時20分だったそうですけれども、もし子どもたちの通学列に突っ込んでいたらどんな惨劇になっていたのか想像に難くありません。さて、執行部の答弁をたどっておりますと、野生鳥獣の保護から人的経済的被害の軽減に向けた防護捕獲へと答弁が少しずつ変化しているように思われますが、改めて野生鳥獣の保護に関する県の考え方を環境文化部長にお伺いをいたします。また県は野生鳥獣による農作物等の被害が深刻化する中、人と鳥獣との適切な関係の構築に資することを目的に、第二種特定鳥獣管理計画を策定し、被害防除対策等を総合的に講じてきておられます。有効な対策を講じていかなければなりませんが、県の考えと防護捕獲の方策について農林水産部長の答弁をお願いいたします。答弁を求めます。農林水産部長牧尾俊之君。お答えいたします。農林業政策についてのご質問であります。まず作付けの方向性についてでありますが、米、麦、大豆の奨励品種については農業団体と随時協議を重ね、市場の評価が高く栽培上の特性が優れた品種への見直しを適宜行っております。また来年度の作付けの方向性については、地域の実情によって具体的な取り組みは異なりますが、県としては農業団体等と連携し、米では奨励品種への集約など需要に応じた売れる米作りを積極的に推進することとし、麦、大豆では栽培面積の拡大や技術指導などにより収量、品質の安定化に取り組むこととしております。次に有害鳥獣対策のうち防護捕獲についてでありますが、野生鳥獣による農作物等の被害を軽減させるためには防護効果の高い集落柵の設置や被害の未然防止に直結する許可捕獲の強化、防護捕獲の担い手の確保育成、捕獲獣の利活用などを総合的に進めることが必要であると考えております。今後はこうした取り組みに加え、 ICT 等を活用した効果的な捕獲方法の導入促進や専門家派遣によるサポートなど、集落全体での継続的な取り組みへの支援も進めてまいりたいと存じます。以上でございます。環境文化部長小南敦子君。
答えいたします。有害鳥獣対策のうち野生鳥獣の保護についてでありますが、地球の長い営みの中で育まれた生物多様性を守り生態系を維持していくためには、野生鳥獣を含む野生生物を生息環境とともに保護していく必要があると認識しております。一方でイノシシなど生息数が著しく増加し生息域が拡大している野生鳥獣については、生活環境の保全や農林水産業の健全な発展を図るため管理を行うことにより、生息数を適正な水準に減少させ、その生息地を適正な範囲に縮小させることが必要と考えております。こうした考えに基づき、県では鳥獣保護管理事業計画を策定しており、引き続き保護と管理の両面から適切に対応してまいりたいと存じます。以上でございます。本山君よろしいですか。括弧2の農林水産物、はい、5番、はい、以上5番。はい、言いたいことはたくさんあるんですが、お時間もありますので1点だけ。第2種特定鳥獣管理計画の実行主体は どういった団体になりますか。農林水産部長。再質問にお答えをいたします。第2種動物管理計画の実行主体というご質問でございました。この法律そのものは、鳥獣保護管理法に基づく県の役割として定められたものでございますけれども、議員のご質問にもございました鳥獣被害対策、こちらの特別措置法では、第一義的に市町村の役割が強調されておるところでございます。そうした状況を踏まえますと、被害対策についてはまずは市町村が主体的に取り組む中で、県は国とともにそれを支援していく、また管理計画の進行管理そのものは県が主体的に取り組んでいく、このような整理になろうかと考えております。以上でございます。5番。はい、確かにおっしゃる通りありまして、いわゆる基礎自治体が対応することになっておりますけれども、市町村の職員の皆さんは直接は管理をもう当然しませんで、結局はその有害鳥獣駆除班であるとか猟友会の皆さんが対応することになります。猟友会はあくまでも狩猟をプライベートに行う団体でありまして、今回のそのイノシシ等のその鳥獣害の被害のような公のものに関しては、本来の組織の設立目的にはないものでありますので、やはり私は鳥獣害対策については県をはじめとする、市町村基礎自治体で取り組むべきだと思いますが、いかがでしょう。農林水産部長。再質問にお答えをいたします。議員のご指摘の通りかとは存じますが、市町村の職員が直接その駆除に関わるということは、専門的な知識の面におきましても技術の面におきましても現実にはなかなか難しい課題もあろうかと思います。私ども県といたしましては、まずは各普及センターに鳥獣対策の専門員を配置をしております。さらに市町村職員等も対象にいたしまして専門家を招いた研修等によりまして、いわゆるサポーターと呼ばれる、まあ、これはどちらかといいますと地域の防護対策の方が中心にはなってまいりますが、そうした面で知識経験を積んでいただいて、捕獲に関しては、もちろん銃による捕獲は猟銃会のお世話になるところは多々ございますけれども、例えば罠の設置、あるいは先ほど答弁で申し上げました ICT 等を活用した新たな捕獲方法の普及、そういったものを市町村職員と一緒になって県としても取り組んでまいりたいと、このように考えております。以上でございます。本山君、発言時間を超過しておりましたので注意をしておきます。以上で本山君の質問は終了いたしました。答弁者は一席にお戻りください。